レックス・ハリソンは、イギリスの俳優。レックス・ハリソンとも表記される。イングランドのハイトーン出身。父はキヌナ加外人。子供の頃にかかったマシンのせいで、左目の視力をほとんど失う。リバプールカレッジで学んだ。1924年に、リバプールのレパートリー劇場で初舞台を踏むが、第二次世界大戦に従軍したため、一時期そのキャリアはストップする。 1930年にロンドンの舞台に進出。1936年にはブロードウェイの舞台に立った。主に都会派コメディで活躍した。1940年代には陽気な幽霊、アンナとシャム王、幽霊と未亡人といった名作に出演、常文で洗練された個性で多くの女性ファンを獲得した。1949年と1957年に、 トニー賞を受賞。1964年公開のマイフェアレディでは、1956年にブロードウェイで初演したヒギンズ教授役で、アカデミー主演男優賞及びゴールデングローブ賞、主演男優賞を受賞。自身最高の当たり役となった。プレイボーイとしても名を馳せ、リリー・パルマー、ケイケンドール、レイチェル・ロバーツなど生涯に6度の結婚をし、レクシー、 ハリソンの異名を取った。1942年、最初の妻、コレット・トーマスと離婚。翌年女優のリリー・パルマーと再婚し、舞台や映画で共演した。しかし1948年、リリー・パルマーと婚姻中、愛人であったキャロル・ランディスが自殺未遂を起こし、その後死亡するという事件が起こる。ハリソンから妻との離婚を断られた。 ランディスの自殺が未遂に終わったその晩、二人は共に過ごし、翌日の午後になって、バスルームで亡くなっている彼女をハリソンと女中が発見する。遺体発見から数時間、ハリソンは救急と警察に連絡しなかった。その理由について、ランディスは母親に当てたものとハリソンに当てたものの系人数の遺書を残しており、ハリソンが 自らの弁護士に指示して二通目の遺書を廃棄させるために通報を送らせたものと報道された。警察の捜査の中で彼は二通目の遺書については知らないと説明したが、彼女の遺族はランディスの死は決して自殺ではなく何者かに殺害されたと確信しているとして、現在も公式ホームページ上で異議を唱えている。このスキャンダルでハリソンはホックスとの契約を切られてしまうが、 その後も、彼の活躍の場が失われることはなかった。なお、この時すでに愛人関係にあった経ケ験ケドールの式が近いことが分かったために1957年に彼はリリー・パルマーと離婚し、彼は経ケ験ケドールと再婚した。ケンドールは1959年に病死した。1962年にレイチェル・ロバーツと結婚するも1971年に離婚。 同年ソーシャライトのエリザベース・ハリスと結婚するも1975年に離婚、1978年に30歳年下のマーサ・ティンカーと結婚する。二人の結婚生活は1990年に彼が死亡するまで続いた。ありがとうございます。